ケルテック KSG はアメリカ合衆国のケルテック CNC 社が生産している12番系ブルパップ方式ポンプアクション三弾銃である。警備用、保身用として開発された。切り替え可能な2つのチューブラーマガジンを持つのが最大の特徴であり、手動で切り替えることで2種類のショットシェルを使い分けることが可能とされる。そして KSG とは、ケル。 テックショットガンの略称である。2011年のショットショーで、同社製の重火器では、第2弾となる、ブルパップ製品として発表され、分類としては、デュアルマガジン、セレクトフィードポンプアクションショットガンとも呼称される。発売後、作動方式は、古典的なポンプアクション方式だったにもかかわらず、そのコンパクトなサイズでありながら、高火力という、 相反する二つの要素を見事に両立させた点で注目を集める。開発発表を行った当初、ケルテック社側は希望小売価格は880ドルと予想していたが、実際に出荷が開始された2011年後半で市場からは予想以上の反響を呼んだため、出荷が始まってから初期の頃はかなりの品薄状態が続いた。それに加えて1年後の2012年に、 相次いで起きた乱射事件によって銃規制の対象になるのではないかという懸念も重なり、ケルテック社は本銃の開発費が回収できなくなることを危惧して2013年に値上げをすることを流通業者に発表した。値上げしたことで市場ではプレミアがついて2000ドル以上の価格となったこともあったが、2014年に規制の心配が薄らいでいき、MSRP は 約990ドルに落ち着いていくが、それでも供給自体はやや追いついていないことから2014年時点では約1300ドルほどで取引されている。バレルロックはボルトの上部にあるスイングウェッジによって行われ、バレルエクステンションにかかりがする。重心の元に備えた2つのチューブラーマガジンからとも断される。チューブラーマガジンが2つあることで単純に相談数を 増やすだけでなく、口述の通り打ち分けを行うことが可能である。球団は、ピストルグリップの後ろにある3ポジションレバーを切り替えて、手動でマガジンを選択する必要がある。レバーを片側に切り替えることで、それぞれのマガジンから球弾される。一つのマガジンが空になった場合、マガジン選択レバーをもう一方のマガジンに、手動で切り替えるか。 空のマガジンにショットシェルを装填する必要がある。また、2つのチューブラーマガジンを有することを利用し、それぞれのチューブラーマガジンに別の種類のショットシェルを装填することにより、3ポジションレバーを切り替えるだけで、3段とスラック弾を必要に応じて打ち分けるなど、発射するショットシェルの打ち分けをするゲートが可能である。また、3ポジションレバーを中央にすることで、 マガジンからの球団を停止し、薬室に直接手動で一発装填できる。ショットシェルは、重低、ピストルグリップの後ろにある大きな装填、排出ポートからマガジンに装填される。この方式を取ることで、左構え、右構えどちらでも射撃しやすい銃となっているが、空薬莢が同じポートから排出されるため、熱せられた薬莢が腕に当たるのが欠点とされる。小純器は、 バレルの上にある標準のピカティニーレールを使用することで装備ができる。2本目のピカティニーレールはスライドフォーエンドの下部にある。各チューブには合計7個の2.75インチ12番系ショットシェルまたは6個の3インチショットシェルを装填できる。ケルテック CNC は重心チューブラーマガジンを延長させた派生型 KSG25 を開発し、 相談数を7にプラス1の15発から12にプラス1の25発に増強したものを開発した。また、チューブラーマガジンを1本に減らし、軽量化を図った、KS7 も販売されている。KSG が2011年に発表されて以来、セレクタースイッチの破損、29弾といった構造上の問題点が指摘された。ケルテック CNC はこれらの問題を解決した。 改良品を迅速に開発し、初代 KSG を無料でアップグレードすることも提案した。その他の改善点として、トリガーリセット、小さなシェルチューブの覗き穴、及びアクションリリースの修正が含まれており、使い勝手の改善がなされた。ありがとうございます。